今日は全体的に本の話が多かったですよね。前半で丸善&純駆動書店の梅田店のお二人お越しいただいて、おすすめの本も聞きましたし、で、まあ、そのね、これから出る本の話っていうことで言います。ブルータスという雑誌、皆さんこれどれぐらい読んでるんですかね。ブルータスっていうとやっぱり男の子は憧れる本ですか。女性ももちろんね、読んでる方は、今ね、ほら男女関係ないですから、そういうものは全然関係ないので、その性別でね、本って分かれないと思いますけれども、あのブルータスを読んでる方はまだいっぱいいるでしょ、それもちろんね。で、おしゃれな本でしょ多分。ライフスタイルをご提案するマガジンですよね、多分ね、あれはね。私も何度か買ったことがありますし、そこに名前が載るというのは大変嬉しい気がしますね。いや、本当にね、焼きそばさんがしつらえてくれた3人組の座組でね、くしくも先週かな、放送で名前を出しましたが、ラジオ関西の春菜くんと、春菜ゆうきさんというね、方ですが、それと、RKB、福岡の放送局の、藤原玉樹さんというね、この人はまだ23歳ですよ。まだ若い。22歳ぐらいかな。まだだいぶ若いですよ。今年1年目ですからね、まだね。今度の春で2年目に入るぐらいの人ですから、ものすごく若いんですけど、この2人と私と3人でね、喋って、で、その喋った様子が雑誌の記事になるわけで、結構いろんなことを喋ってましたね。で、ゲラと言いましてね、雑誌で取材なんかを受けますと、こう、ライターの人が書いた文がだーっと並んでいて、で、そこに、ね、そういうのをこう編集の人たちがまあ多少手を加えたりするんですかね。で、それをちゃんとこう雑誌の紙面のような形に組版というね、こう写真を入れてみたり、ちょっと文字に色つけたりとかね、そういうのをこう整えたものが PDF ファイルで私どものところに送られてきたり、印刷したものが送られたりして、ね、言い間違いとか言い回しでおかしなところありませんか、チェックしてくださいというのをこういろいろ赤ペン入れて、それをお返しして製本へと続くという流れがあるわけですけど、私のところにもう数週間前、2週間か3週間ぐらい前にそのゲラが届きましてね、読んでいて、で、毎回やっぱりね、こう雑誌の取材とか他のどんな本の取材を受けてもそうなんですけど、ちょっとこう自分が言った言葉が、あ、これ違ったなとかね、で、この言い方ちょっと言い過ぎだなとかいうようなこととか、あれ、こんなこと言ったっけなみたいなことが多分言ってるんだけど自分が覚えてなかったりするんですよね。で、その瞬間言い間違えてたりとかしてて、で、それが載ってて、ああ、しまったと思って、で、それをまあ赤ペンで直したりするんですけど、今回私が一番、ああ、しまったなと思ったのはですね、やっぱりその藤原くんがまだ1年目ですよ。で、春菜さんもまだ若いんですよ。三井郎くんと同期って言ったから3年目とか4年目とかかなぐらいなんですよ。で、私も10年目でしょ。だ、私だけすごく年が上なんですよね。年も上だし、会社員としての歴も長い、喋ってる時間も長いから、ちょっと偉そうに喋っちゃったんですよね、やっぱね。兄貴感出しちゃったんですよね。なので、その上がってきた原稿を見た時に全部私だけがタメ口なんですよね。うん。二人はどうとか言ってるんですよね。なんか兄、ものすごく FM の兄貴みたいな感じになってるんですよ。AM でこうやって喋ってるのにね、なんかこうお悩み相談みたいになってるんですよ。私が二人の悩みを聞いてそれに答えるみたいに、だから私の喋ってる分量がいちいち長いんですよ。もうこんな言葉は使いたくないけど、もう老害なんですよ。早くも若年性の老害が出てきちゃってるんですよね。もうね、もうね、あれがしまったなと思ってね、ついついこうラジオの喋りに慣れてしまっていて、長時間3、40分喋るのが普通になってるから、いろいろ言い過ぎちゃってるんですよね。で、一番気になってるのはそういう、こう、文末ですよね。僕たちみたいな局アナが頑張っていかなくちゃいけないよね。そうですね。僕もそう思います。みたいなね。この、あーっていう感じですよね。俺はこんなに偉そうに喋ってるんだと思って。でもしょうがないから私はこの原稿にですね、赤ペンで、二人はどうっていうところ、二人はどうですかっていうふうに書き換えてもらったりとかね。事実と違う、ちょっとこう、そこら辺のね、改ざんを行いまして、ちょっと優しい先輩感を出していますので、そういう楽しみ方ができるんですか、この番組を聞いている方は。あいつっていうね。しかもね、そう、写真もそうなんですよ。藤原くんとね、あと、春菜くんの写真はですね、ちゃんとネクタイを締めてですね、なんかこう、正面からパーッと上がりが当たった、いかにも好青年っていう、こう、はい、アナウンサーでございますみたいな写真がこう、並んでるんですよ。で、うちの広報部が送った写真がですね、なんかわかんないけど、私の顔の横っちょの方から光が当たってるから、半分側がなんか暗いんですよ。
もう月みたいになってるのね、左の半分側だけがなんかこう暗くなってて、でしかもネクタイをしていないからマフィアみたいな写真になってるんですよ。私だけだからすごく悪い人に見えるのね。でなんかその下のなんとかこう自分のね説明というか、言ったらこうこの人はこういう人ですよみたいな、自分で書いてるわけじゃない、焼きそばさんが書いてるのか、まあ向こうの編集者の方が書いてるか知りませんけど、それぞれね、この人はこういう人ですっていうようなプロフィールみたいな、まあ、説明文みたいなのがあるんですけど、私の顔写真の下にはですね、社内外で喋りの定評が高いみたいなことが書いてあるんですよね。でそんなやつがネクタイも締めないですね、二人はどうなんて言ったら、もう偉そうにも程があるじゃないですか。それがあの全国で有名なあのブルータスに乗ってしまった日にはあなた、私のところのリスナーさんがもう減っちゃうわ、あんなもん読まれたらと思ってね、これは困ったなと思いまして、いろんな赤ペンを入れておりまして、多分ね二人は自分のその言った内容がこうだっていうところを多分指摘してたりとかすると思うんだけど、私に関してはあのできるだけ偉そうじゃないようにっていうですね、赤を入れたっていう雑誌が今度発売になりますので、まあ私たちは本当にページ数で言うとそんなにたくさんはないんですけど、他の人たちのページがたくさんね、本当深い記事がたくさん出ているというふうに聞いてますんで、私も読むの楽しみにしていますので、皆さんもぜひ書店、特に丸善&純駆動梅田店で買っていただけたら嬉しいなというふうに思います。